小園純一君、小園でございます。いよいよ最後でございます。本当にご苦労様でした。私と上原議員で2人合わせて1時間という話でしたが、もう1時間近くなりましたので、私は簡単に手短に簡潔に質問いたしますから、短くご答弁をいただきたいというふうに思います。通告に従って2点ほど申し上げておきたいと思います。第1点目、平成22年度予算編成についてでございます。平成22年度の一般会計当初予算は前年度に比べ 1.4% 減、投資的経費が大幅に減少していることを今回の一般質問の中で各議員が申されました。その答弁を執行部から聞きまして、大体分かりました。その中でも、合併支援措置としての地方交付税が平成28年度からの縮減への対応等の発言があっておりますので、それを背景に、頭に描きながら質問をさせていただきます。市長は今回の予算編成にあたり、高年度負担に注意して財政運営に努めるとおっしゃいました。本議員も現状の国の財政が異常な状態と感じざるを得ないと思います。市長はまた提案理由説明の中で5大プロジェクトを力説されました。その具体化が平成22年度予算編成だったと思います。当初予算の歳入から見ると、市税が 4.4% の減、地方交付税が 6.8% の増、高年度地方交付税で措置される臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は 17.3% の伸びが見込まれることから、本市においても前年度予算比で実質的な地方交付税を7.6% 増と見込まれたので、これが市税の落ち込みを補填し、その結果、一般会計約500億円弱の予算が作れたのだろうと思っております。そこで当初予算の初めての編成に当たられた市長が、今回の予算編成でどのように感じられたのか、どのようなことを苦労なさったか、厳しく受け止められたことを率直にお話しください。2点目の八代版事業仕分けについてでございます。先日の総務委員会で事業仕分けに取り組む理由として3点ほど挙げておられます。1点は少子高齢化での義務的経費の増加、2点目、経済雇用情勢の悪化、3点目、5年後には交付税の合併支援措置が縮減される。それから歳入に見合った歳出とするための構造改革、行財政改革が必要と説いておられるようです。その手法の一つが事業仕分けと定義されています。市長はそのために、予断を許さない姿勢で臨まれると思います。それぞれの班の事項は、総枠の抑制しかないのではないでしょうか。そこで、本議員は、前12月定例会一般質問で、補助金助成金のあり方を質問させていただきました。市長は、その答弁の中で、過小ではございますが、行政刷新会議の中で、歳出抑制の検証を行っていきますと答えておられます。それが
今回の事業仕分けにつながっていると思っております。昨年の平成20年度決算から見ますと、市単独の補助金助成金は約17億8000万計上されております。そこで府省に通告しておきましたけれども、まさに申し上げました問題点として、不利陣の補助金、民間や眼科学団体への人件費助成などは、まさに納税者からの市民目線を入れた視点がどうしても必要ではないかと思うところであります。八代版の事業仕分けの対象はそのようなことではないかと思っておりますが、市長のお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。壇上からの質問はこの程度にとどめ、再質問は質問席から申し上げます。市長福島和俊君。新年度予算編成にあたって厳しく受け止めたことを率直に話せということでございますので、率直にお話をしたいと思います。市長就任後初めての当初予算編成を行うにあたり、政権交代に伴う国の政策転換が行われ、政策の方向性が不透明であったこと、また地域経済の低迷が出口の見えない状況であること、事業の多さに驚き、それぞれ事業を理解するのに多くの時間を要したことなど、大変苦労した予算編成でありました。このような中、平成22年度につきましては景気不評策としての公共事業の確保や、私のマニフェストに掲げております被災残高の削減も見据えた予算編成を行いました。今回当初予算の編成を終え、限られた財政の中で市民の皆様方のご要望に応えるべく必要な事業を実施していくことは容易なことではないと改めて感じたところであります。今後もこれまで同様に国の財政支援が続くことは想定できないことから、本市の財政状況はますます厳しくなっていくものと思われます。今回の経験を生かし、私も職員とともに全員野球で全力を尽くし、議員の皆様方にもご協力をいただきながら、マネストの実現と地域経済活性化のための施策、総合計画、前期基本計画の5つのプロジェクトの推進に向けて取り組んでまいりたいと思います。以上です。小園淳一君。ありがとうございました。基本的には今回の来年度予算で国の予算が92兆円、その中に国債が発行額が44兆円、まさに 46% 程度の借金を負った予算編成で、その中の枠組みがどうなってきたかというと、この間の今年度の予算編成を含めて見てますと、財政特例が非常に多く発動された。結果的には何かというと、今度の3月まできめ細かい補助金まで出される。これはもうまさに3月に補正予算もらっても、予算の単年度決算の立場からすると使用できない予算、それをこの補正予算で出して、そして新年度と合わせてやるということは、どういうことかというと、基本的な原則である予算の単年度決算、単年度に仕上げなきゃいけない今までのあり方、これが全く変わってきますね。ということは通年度予算になってくる。
1年中はずっとも予算が補正を繰り返しながらやってくると、今年度の予算で来年度の仕事をする、それが今度の予算ですね。今度の予算の難しさというのは、他の委員さんですからいろいろ質問が出てましたけども、73億に結果的にはなるんだけれども、それがもう通年度で年中予算を補正を組まなければいけないぐらい日本の財政問題が弱体化している、脆弱化している。ですからあと 2,3 年後には赤字国債発行額が1000兆円を超える、もうそこまで来ています。で、超えるからどうなるかというと、45年後には人口がもう約4000万人減る、日本の人口は明治の初め頃の8000万人台に陥る。そうすると使った金は返せなくなるということは、もうどうしようもないという形になっていかざるを得ないような財政状況なんです。だもんだから、その中でね、地方が持たなければいけない、やっぱりここでの財政に対する心構えというのが大変なことなんだろうと思いますが、私は実は今度の予算編成のこの枠を見て一つだけ問題点を感じておりますので、同じ質問を商工観光部長にお願いしたいと思います。予算編成をどういうふうに今回は取り入れて思われたのか、同じように感想を求めたいと思います。仲間商工観光部長、議員ご質問の平成22年度予算編成についてお答えをいたします。商工観光部でございますが、本市における経済雇用情勢は依然厳しい状況が続いていると認識をしているところでございます。このような中、昨年8月福島市政が誕生し、そのマニフェストにも地域経済活性化と雇用対策について重点的に取り組むことが明記されているところです。このため来年度の九州新幹線全線開通を見据えた観光部門の強化、八代湖のポテンシャルを生かした企業誘致と地場産業の振興、中小企業の経営支援と雇用対策に的確に対応するため、組織再編を行う予定でございます。平成22年度予算におきましては、本市の持つ観光資源を最大限に活用した魅力ある観光施設をより効果的に実施するため、観光振興計画策定や緊急雇用創出基金事業を活用した雇用の創出、失業者等の就労支援、企業誘致と地場産業の振興などに重点的に取り組むための予算を計上しているところでございます。このように本市を取り巻く環境の変化と昨今の経済状況を踏まえ、時代に即応できる組織と予算の編成に苦労もいたしましたが、工夫を行ったところでございます。以上、お答えといたします。小園純一君。ありがとうございました。なんで商工部長にお伺いしたかというと、最近ですね、私の本町2丁目の家の周りはみんな店閉めているんですよね。肥後銀行の周辺何店舗か閉まりました、この2月いっぱいで。もっと閉まります。そういう状況の中で、商工費に町の願いをどのように加味して、どのようなことをやったら商工費になるんだろうかなということをずっと私この予算書見てました。なんで聞いたかというと、本当に苦労されたんだろうかという気がしました。現実にこの当初予算の概要を私たちに
分かりやすく説明するために作ってくれた資料ですが、これから見ると商工費の新しいですね、商工予算の新規事業というのは日名子温泉観光振興事業150万円だけなんですね。社会の移り変わりがこんなにあるということをみんな自覚してるんですよ。皆さんも全部自覚してる。だから予算措置をどのように、例えば市単独の予算をどのように訴えなければダメなのか、そこはしっかり考えてもらわないと、私はなんとなく現場の営みとずれがあるような気がしてしょうがありません。例えばこれ書いてありますけれども、ひな祭りおかみさんから一生懸命やっておられます。しかし一生懸命でも手が足りないんです。どうしようもないからですね、今度はおかみさんから商店街の奥さんたちじゃなくて校区の婦人会までお願いをして助けてもらっても、そういう現状なんです。だから逆に婦人会っていう組織があって、その上におかみさん会を作った。何が起こったかって、屋上に屋を貸したんです。屋根上に屋根作ったことあるんです。だからお互いに連絡会計が混乱する。その上この予算措置があるもんだから、逆に言うと一生懸命やるという前提の中でも、この予算措置をですね、どういうふうに自分たちの枠の中で配分して仕事にして、そして町を活性化していくかというところまで考えがたどり着かないんです。そういうのが現状だということをぜひもう一度認識していただきたい。ですからしなければならないのは、この私は前から言うように、細切れ予算をどんなに作って毎年やってちゃんとやってるじゃないですか、町には補助してるじゃないですかじゃなくて、本当にそれが補助になってるのかどうか、そこをですねやっぱり精査していただいて、そしてそこのもとに予算の組み替えをするとか、そういうことがですね、汗を流す努力がないと商工予算の本当の活用はないんじゃないかというふうに心配をしています。ということを心配までに今回はとどめ置きますから、一つ心配せんでもいいように、来年度予算には、今年の補正が何かあれば、その取り組みをですね具現化していただくようにお願いして、次お願いしたいと思います。市長福島和俊君。安室版事業仕分けと銘打って、来年度の目玉として頑張りたいという表現をしております。事業仕分けの対象事業についてのご質問でございますが、平成22年度予算事業を予定しております中で、まずもってその予算として今定例議会でご審議をいただいております事業につきましては、ご承認いただいた後新年度から事業に取り組むということになります。ただ事業は継続的な事業も多く、23年度以降の事業の在り方について、それを事業仕分けにより市民の視点も含めて今後の在り方について検討を行うものです。そこでまず各部各課で事務事業の自己チェックをまず行います。その中から事業仕分けにおいて市民の視点からも議論をいただき、事業を選定検証していくことになります。その中から平成22年度は市の判断で実施している政策的な事業を優先して対象とすることとしております。よって補助費などにつきましても事業者家の対象とすべきと判断した場合は、その対象として、判断した場合はその対象としていくことになります。なお国で実施されているような削減目標を掲げた事業仕分けについては、いささか違和感を持っております。あくまでも事務事業をゼロから見直すという基本方針のもとに、事業仕分けに取り組んでいくつもりでございます。以上です。はい。
小園淳一君。はい、ありがとうございました。なんでこういうことを考えられたのかなっていうのが私も先日までよく分かりませんでした。八千代市の一般会計の予算を含めて、まあ、特会も入れて全体会計を見ますと、持ったお金、例えば公共事業をする、補助事業をする含めてですね、県の県費の補助、国費の補助、そういうのが入ってくる金っていうのは総額が決められた枠で上から降りてくるっていう予算形態なんですね。ですから例えばこの公共下水道をこうやりますよというのは、八代市の予算というのは全国枠の枠の中で決まってきますから、その中で ここまでぐらいだったら八代市できますよというのを事務局と打ち合わせてる。だから事務局はそれをきちんと積算して、こういうことで八代市はいいですかというすり合わせをしていく。だから総枠がきちんと決まっている。だから総枠を減らすというのは大変なこと。だから総枠を規制するということは私は将来はあると思います。例えば今どんなことがあってもその公共事業は 80% に減らす、そうすると事業がそれだけ停滞する、それも事実でしょう。しかしそういう予算編成が出てくる時が来ると思います。なぜかというと義務的経費が不足なりすぎるからです。毎年毎年民生費はこの規模で拡大していったら8切れんばかりの量になってくるんじゃなかろうかという心配しているんですよ。しかしそれは抑制できない。総額抑制っていうのは削れる部分っていうのと削れない部分をまず仕分けしないといけないから、それはもうおのずから分かっているわけですね。そのあと何が出てくるかというと仕分けするやつをどうするかで、私はそこで17億8000万がいわゆる市単費でその民生委員さんのなんとかとかいろんな形での補助助成が出てます。トータルするとそれが市が市長の意思でつけられる予算というのは約17億8000万計算してみたらそのぐらいだったんです。アバウトですから、アバウトの数字で思っておいてください。しかしその17億8000万をクリアしないと5年後には5、6億のいわゆるその交付金の縮減が出てくると何かで引っかかってくる。そうするとどん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 今度は市債の発行とかいう形でクリアしようとすると八代市の財政が逼迫してくる。今はいいですよ、まだ非常に努力されたと思います。なぜかというと債務が減るという努力はですね、やっぱり借金を減らすという努力は家の中でもですね大事なことですから、それは家庭でも一緒ですから、そこをですねやっぱりきちんとやるということを今回の事業仕分けのですね最初にやっぱり頭に入れておいてほしいという思います。事業仕分けの資料を今度質問するからと言ってもらったらこういう資料をくれました。事業仕分けについてっていう、行政改革課が出しているやつですけれども、この中にですねその事業仕分け、この前杉田委員さんの質問というのは非常にもっともだなというふうに聞きました。例えばこの中にですね市民事業仕分け委員会、一般が7人で5班編成して35人ですよと、まあその金が123万いくら、結局費用弁償でしょう。その経費が出された。でその一般の市民事業仕分け委員の構成っていうところがありまして、大きく書いてありますが、公募で選任された市民1人、学識学習団体推薦6人、班のメンバーは原則として固定と書いてあります。私はこれをどのように見たかと言いますとですね、やっぱりここが今回の事業仕分けの一番の基本だろうと思いますね。どういうメンバーにするのか。だから本当に民間人でみんな心配しているのはみんな分かるんだろうかと言っても、言葉一つでもこういう言い方が悪いんですが、繰り越し免許って何回いたっていうところから始まると思いますよ。そこから始まる。まさにそういうことを話して5回話して、あれはいい、これはダメ、これは要審査し直しとかいろんな何か方法があるでしょう。
しかしそういうふうに分けられて、分からない人にその専門家が作ったやつをぶん投げられた、大体どうするんだという不安がある。だからそれにはですね、私はやっぱりある程度知識を持っている人、例えば 国の機関にいた人、県にいた人、市にいた人、少なくとも市の総務部長だとか行政管理部長だとか、その財政を含めて理解する人たち、県庁の部長さんたちなんかも八代もたくさんおられます。なんか、なんでかというと、市長がおっしゃったのは市民目線でというのは、そういう仕事を経験した人で、今、市政にいる人、そういう人なんかをどんどん登用されたらいかがでしょうか。市長、そういう発想はないんでしょうか。一つお伺いしておきます。市長福島和俊君。先ほどこの事業仕分け、来年度の大きな柱だという言い方をいたしました。しかしながら今は全く私が一番心配しているご指摘をいただきました。果たしてこの目標がどういう形で成果を上げるのか、これは当然今から取り掛かっていくわけですので、いろんな皆さん方のご意見をいただきながら、体制を整えていかなければなりません。しかしこの事業仕分けをやりますという話を、が出たときに、多くの市民の皆さん方から大変な期待の声が上がっております。それも私は市民の意識が間違いなく変わっていることだろうと思っております。しかしじゃあ賛同された皆さん方が果たしてそのメンバーとしてできるレベルであるのかということになると、まだ問題であります。今公募1人、あと6人で7人編成ということで計画をしておりますが、やはり今ご指摘がありましたとおり、何も行政内のものがわからないものを引っ張り込んできちゃって、なかなか先に進まないと思います。だからして、県や国や県や市の OB とか市議会議員の OB さんとか経験者だとかっていうことばっかり集めても、当初の目的を達成することは私はできないと思っております。今この各1チームの7人の編成に、数人の市役所の精鋭、特に係長に今からなるというような人たち、今から一生懸命勉強したいという人たちを事務局としてつけたいと思っております。その人たちがいろんな資料をですね、そのメンバーの皆さんに、フィードバックをしてやって、それを十分勉強してこの委員会においでになれなければならないということになるかと思います。そういうことにおきましては、7名を選んだから、必ずしも要するに5回計画をしているわけでございますが、その1回につきどのくらいの効果が上がるのかということもちょっと今のところ分かりません。だからして分からなければやめればいいじゃないかということにはなりません。果たして1年目でどのくらい成果が出るのか、それ私自身も分かりませんが、何はともあれこの長年続いてきたこの八代市を、そして合併したこの4年後のこの八代市を市民の目線で一回見直そうじゃないかというものの考え方には、私は決して誤りはないと思っております。ぜひ皆さん方のお知恵をいただきながら、新年度早々そういうメンバーを、築いて前に進んでいきたいと思っております。どんな答えがなるのか、皆さん方、100万以上の金を使っていいのかという ご議論もあるかと思いますが、まず新生八代市を作るために皆さん方のご協力をお願い申し上げて答えとさせていただきます。ありがとうございます。はい、小園純一君。そろそろ30分になりますので、私が言いたいことを申し上げておきます。私は前回質問の時も、商工観光部はもう嫌なほど耳が痛いほど聞いてるでしょうけど、雇用奨励金の問題を言いました。まさに毎年毎年、今年も予算化されております。
12月の質問では仲間部長は予算を編成をして保有奨励金を出しますということを本会議でおっしゃっています。ですから出てきました。それは止められないからです。前も言いましたように、市税を、皆さんの税金を集めた金を企業に雇用をしたから奨励金として差し上げますよと言ったら、受け取った方が今度は国税が待ってて、それは雑収入だからといって税金に半分持っていいから市民の税金を半分やるようなもんだと、こんなバカなことがあるもんかということを言ったら、それがわからないんですね。そしてそれは条例があるから私たちは条例に基づいてしなきゃいけない。で、条例を変えたらどうなんだという声が出てこないんです。こういうことがですね、私は最低限必要だと思います。もちろんそれとか本当に市役所の職員ばっかりを減らしよって、市役所職員以外のところに一般管理費でやっといて、委託料をやっといて、そこには何人その金が行けるか、証拠は今一緒です、何人行けるかって人件費に行けるんです。人の金をですね、たくさん用いる、そういうことよりももっと生かした使い道をできるように、そして知恵を出して人件費は、組織は自立して自分たちで人件費を出せるように、そういう指導を行政がすべきだと私は思いますということを申し上げて終わりたいと思います。今回もありがとうございました。すいません、30分越してしまいました。失礼いたしました。